黒崎くん、体調大丈夫になった？よかった。海鮮丼が当たったんだよね。すごい心配したんだよ。ほら、海鮮丼って当たると長引けば長引くじゃない。2日で戻ってきてよかった。診断書もらってきた？うん、ありがとう。食中毒ね。はい。ああ、大丈夫大丈夫。休んでる間のプレゼンは代わりに私がやったから。うまくいったうまくいった。ほら、黒崎くんが送ってくれた資料、あれがすごい出来よかったからさ。大丈夫だって。それに、黒崎くんまだ入社半年でしょ。若手社員のさ、そういうトラブルとかは、まあ上司がケアしてあげるものだから、あんま気にしなくていいよ。ああ、だからちょっと待って。黒崎くん、海鮮丼で当たるの6回目だよね。入社してから半年で6回。毎月のプレゼンの日に海鮮丼当たってるよね。4月の時はね、すごい心配したんだ。うわー、かわいそうに。入社早々海鮮丼が当たるなんて大丈夫かな。だからまあ、プレゼンは代わりに私がやったし、2日後に元気そうに出勤した時はすっごい嬉しかった。あ、よかったな、大丈夫。まあでも5月6月と同じことが続いて、まあ怖かったよな。気持ちはわかるんだ。それこうプレゼンとか嫌な仕事サボりたいっての私も思ったことあるし、そういう仮病とかも使ったことはあるさ。でもさ、そういう時の言い訳って普通散らすだろ。まとめないだろ。なんかこう頭痛とか腹痛とかさ、身内でどうのこうのとか、事故にあってとか何パターンか用意してさ、こう同じのは2連続では使わないみたいな、なんかあるだろ。3ヶ月連続で海鮮丼で来るかって思って、まあそもそも今の時代さ、流通なんかも進化してるんだから、あまりこう海鮮丼が食当たりするってのもないわけだし、そもそも海鮮丼って3ヶ月連続で食うものかなとか、いろいろ引っかかりはあって、だから7月プレゼンの日に黒崎くんから海鮮丼が当たりました電話来た時は意地悪かなと思ったけれど、分かった、診断書を持っておいて。まあ、2日後、まあ、元気に出勤した君がちゃんと診断書を持ってきたら怖かったんだよ。もらえるんだって、ちゃんと当たってんだって、海鮮丼が。あ、そうか、4、5、6、7と黒崎君は毎月海鮮丼当たってたんだ。8月、君はもう当たり前のようにプレゼンの日に海鮮丼が当たりましたって言いましてきて、当たり前のように2日休んで、当たり前のように出勤してきて、当たり前のように診断書を持ってきた。まあ好奇心は湧くじゃない。何が起こってるのかなって。だから意地悪かなと思ったんだけど、今月探偵の人に黒崎くんの行動を調査してもらってました。恐ろしいことが分かった。今月黒崎くんは1回だけ海鮮丼を注文してるんだよ。それがプレゼンの6日前なんだよね。ちょうどいいお腹の壊し方を知ってる？6だった。6日前の海鮮丼だった。6日前の海鮮丼がちょうど食中毒になって2日で帰ってこれるラインだった。そういうデータ持ってる？うなずくんだな。黒崎くん、全部間違ってるぞ。全部間違ってる。あの、めちゃくちゃ良くないことしてるぞ。あの、毎月程よく腐った海鮮丼を食うな。あの、体にも心にも悪いからさ、もう毎月毎月どんどん追い込まれるだろ。顔色も悪くなってさ、あの、もうあの、仮病でいいから、休むならもうあの、毎月体張ってさ、腐った海鮮丼食うなよ。
にあのプレゼンを他の人に回すとか、黒崎君に他の仕事するとか、私の方で対応ができたからさ、毎月毎月さ、月1で6日前の海鮮丼食うなよ。いいよ、泣いていいよ。つらかったんだな、つらかったんだな、これしか思いつかなかったんだな、新入社員がグーってなったんだな。いいよいいよ、泣いていい泣いていいな。まずかったな、毎月な。6日前の海鮮丼まずかったな。いいよ、泣いていい泣いていい、えずいていい、えずいていい、えずけえずけ。すっげえくせえな。大丈夫大丈夫、6日前の海鮮丼食ってるもんな。大丈夫大丈夫、多分胃以外もいろいろトラブルあると思うから、まあ今日はもう待機していいから、病院行っておいて、病院でちゃんと言うんだよ、毎月6日前の海鮮丼食べてました、ここ半年ずっと食べてますって言っておいて、お医者さんに何だって言われた時のために私も一筆書いておくからさ、ちゃんと診断受けておいて、大丈夫だからね、いつも資料よくできてるからね。じゃあこれ持って、行っておいで、また元気になったら出勤しておいで。玉田君、よかった元気になって、ローストビーフが当たったんだよね。